アストゥリアス公フアン・フアンデ・アラゴニ・カスティーリャ、または、フアンデ・トラスタマライ・トラスタマラは、カスティーリャ女イサベル一世とアラゴン王フェルナンド二世の唯一の男子。両王の王位継承者として、アストゥリアス公、ジローナ公の称号を授けられていたが、王位継承を果たせずに早世した。1497年に神聖ローマ皇帝、マクシミリアン一世の娘マルグリットと結婚した。前年の1496年には、フアンの妹フアナとマルグリットの兄フィリップヴィ公が結婚している。結婚から間もなく、ポルトガル王マヌエル一世と再婚する姉、イサベルの婚礼に際して、ポルトガルへ赴く途上、サラマンカで死去した。死因は結核であったと考えられている。フアンが死去した時、妻マルグリットは懐妊していたが、その後男子を死産した。唯一の男子であったフアンの死と、その子の死産により、両王の王位継承権は長女である姉イサベルに移ったが、イサベルは1498年に王子ミゲル・ダ・パスを出産して間もなく死去し、ミゲルも2年後の1500年に夭折した。そのため、両王の次女であるフアンの妹、フアナを王位継承者として、嫁ぎ先のフランドルから呼び戻すことになった。は、エンリケ2世の弟、ファドリケの子孫。は、ランカスター公ジョン・オブ・ゴーントと、ペドロ1世の次女コンスタンサの一人娘。よって、の結婚は、の祖父エンリケ2世が異母弟で、嫡出子のペドロ1世から王位を簒奪しており、両家の合一と和解という歴史的意義がある。は、ジョアン1世の王子で、兄にドゥアルテ1世やエンリケ公会王子、姉に妻、マルグリットのひいばばであるイザベルがいる。またたちの母はフィリッパは、の異母姉である。は、ジョアン1世の諸子アフォンソ1世の娘。よってとの結婚は、祝鉄婚となる。ありがとうございます。